ラインメタルマーク 20RH200 にはドイツのラインメタル社が開発した 20mm 口径の機関砲。ラインメタル RH200 にはラインメタル社でライセンス生産していたイスパノスイザー HS820 を元に開発された。使用弾薬は HS820 と同じな投標準の 20139mm で、この砲弾は フランスの 20mm 機関砲 F2 などでも採用されていて、西欧の 20mm 後継弾としては、デファクトスタンダードとなっている。また、二方向から球弾できるようにして、複数弾子を素早く切り替えて運用するという機構も採用されたが、この機構を省いて軽量化したモデルも生産されている。ラインメタル RH200 人の開発は百六十二年に完了し、 1960年代後半より西ドイツ陸軍に導入された。当初は原意識の連装砲がと組み合わされ、抵抗度防空火力として使用されていたが、高速の攻撃機に対抗するには2 0ト、mm、ル口径弾では、射程、威力が不足であることから、やがて防空用途にはあまり使用されなくなった。その一方で RH200 には大口径砲より軽量だが、 重機関銃より長射程の地帯地下力として注目されるようになり、AMX-10P 不標戦闘車と並んで、西側不標戦闘車の講師となった、マルダー不標戦闘車に搭載され、その支部層として有名になった。また、RH200 には、偵察用のルクスや空挺部隊向けのビーゼル空挺、戦闘車にも搭載される。その後、 1974年により RH-200 には西ドイツ海軍においても収益し始めた。RH-200 には近距離での大衆低火力として注目され、単装の簡易マウントと組み合わされて大型艦の副武装、あるいは小型艇の主武装として搭載された。RH-200 には傑作機関砲としてドイツ本国のほかアメリカなど NATO20 カ国で採用された。 また、日本の陸上自衛隊も73式装甲車の不評戦闘車型に搭載することを検討したが、予算上の問題により、不評戦闘車型の開発そのものが頓挫している。また、連装砲が型は航空自衛隊において1970年代 M55 対空機関銃の後継機種選定のため、数台が輸入されて、地と石地で試験運用が行われたが、 バズが採用された。そのうち一台が2015年現在、浜松広報館において展示されている。ありがとうございます。